この住宅街、これ2本目です。ここですね。2本目を曲がると、まあ、住宅なんですけど、正面これ見てください。なんか看板あるでしょう。ここ坊座龍華、ここです。駐車場がね、この店の前にここ1台なんで、青いパトライト回ってますね。やっております。餃子と焼き飯で、はい、餃子と焼きそば、あ、焼き飯、焼き飯、はい、まあ、今日は焼き飯と餃子にしましょう。注文しましたから。はい、はい、あ、すいません、ありがとうございます。来ました、焼き飯。あ、はい、どうですか餃子。アザーン、アザーンに到着。アザース、こちらですね。中入りましょうか。アンドゴートイート食事券も使えますので、今日はランチファンアンドゴートイート食事券でランチタイムを楽しみたいと思います。お邪魔します。じゃあ同じでチキンカレー2つと、はい、あと1つはチーズナンにしてください。はい、かしこまりました。お願いします。店内です。広いでしょう。なかなかのスペースだと思うんですよ。天井も高いですし。はい、ありがとう。はい、そうです、金沢ドラッグステーションの中にある忍たまラーメンです。こちらにですね、実は食券を買うんではなくて、お店の方に言うと GoTo イート食事券メニューがあるので、本来だとこの餃子の分はちょっとお得になるんですけど、すごい。でも選べるメニューは決まってるんで、うん、あ、これで2枚ってことね。はい、あ、分かりました。2000円、あの、1000円、すごいすごい。これが500円の1枚のメニュー、はいはい、餃子セットになって500円とかですよ。ちょっとね、値段がね、少し改正したので390円お得ってなってますけど、もう410円とか20円お得なんですよね。出来上がったので取りに行きます。サービスエリアみたいでしょ、高速の。あ、はい、こんな感じです。こちらはですね、ママさんとジュニアが注文したやつですね。プレミア黒忍たま半チャーハン餃子セット、これも390円ぐらい得なのかな、今値段が変わって。非常に美味しそうでしょ。これ半チャーハンって言ってもね、しっかりこれ一人前ありますよ。はい、トワマート半額専門店って書いてありますね。はい、住所の方は金沢市松島3丁目23です。年中無休24時間営業。なんかね、コンビニより少し狭いぐらいかな、こじんまりしたような感じの店舗ですが、日用品だとかお菓子だとかジュース、そういったのが売っておりますね。ハンドジェルなんて20円とかですよ。美容液も380円とオールインワンタイプが、意外や意外、安いなと思って。特にこのマスク50枚100円、しかもこの店全部税込み表記ですから。あとキットカットがね、140円税込みなんで、思わずこれも買いました。そしてピーナッツチョコ50円ですよ。細かく切ってくれたので、とても食べやすいです。唐揚げです。はい、あ、ありがとう。唐揚げ、唐揚げも別に注文しました。うん、ここのは甘めとすごいね、甘くて美味しい。うん、うん、左側見えてきました。こちらでございます。今日はふくふくパンちゃんの家、ふくふくパンちゃんの家。それではですね、オープンしました。11時半、もう駐車場には車何台も止まってます。どうしようかな。あ、
牛すじスープも美味しい。あと鶏肉も美味しそうな。店内です。座席と奥には個室風の席もありますね。こんな感じです。カウンターもね、広めですよ。本当に失礼します。じゃあサラダの、はい、大丈夫ですか。こちら牛すじスープで見頃になります。はい、はい、ここだ。あれ？なんかおかしいぞ。ん？ 12 月27日から1月10日までお休み。残念。ということでキッチンサイクル、雪の中ね、店名通り再び来るサイクル来ました。もう食べるもの決まってるんですけど、一応目を通したふりをして注文します。あ、すいません、ポンドハンバーグ。でこれ大きいんで横にもね食べやすいようにしましょうか。もうなんせね柔らかい、これね。ついついこんなたくさん食べようとまた企んでおりますが、お母さんはこっちの方がいいんじゃないんですか。それも甘いですね。甘いですよ。別に付けんでもいいけど、だけどそれついとる、ついとるね。これです。ポテト、初めてドンキーでポテトを注文しました。美味しそうです。食べれる、食べれるよ。はい、はい、ありがとう。味噌汁あっちでいけるすごい。次でお皿ですか。はい、いきます。じゃ彩りセット。食べ過ぎじゃダメな糖尿の人にいいです。ここにターバンカレーがあるので、ここで今日はカレーにしようかなと思って駐車場入りますが、あれ、なんかのれんがかかってないな。何て書いてある。貸し切り。ということで雪です。タバン、はい、車止めます。何にしようかな。ガッツリセット、カツカツウィンセット、最高のがありますよこれ。いや見た目も最高ですねこれ。ここです、源平、源平食堂でございます。今日はこちらでランチをしたいと思います。もす、はい、テーブル席に座りますよ。オムライスの大盛りで、うん、大盛りで、はい、はい、オープン。はい、こんな感じです。薄切りなんですよね、こういう風にしっかり炒まってます。この玉ねぎがね、いいアクセント、美味しいんですよ。ほんと癖になります、美味しいですよ。福神漬けね。おー、ロボットが飛んできました。おー、ありがとうございます。おー、ロボットがさようなら。すごいね。わお。ライスかパンか選べるから。お母さんはご飯がいい？ご飯がいい。違う、ご飯がいいかパンがいいか。はい。ステーキミヤはですね、ランチタイムスープバーついております。ライスバーもついております。そしてですね、ミヤのタレ、ソースですね、ソースバーもですねついております。
こんな感じですね。ソースバー、宮のタレ、グレービーソース、和風オニオンソース、デミグラスソース、ガーリックトマトソースなどあります。裏技でね、このスパゲッティをこのトマトソースにつけて食べたらスパゲッティが美味しくなるっていう。やると美味しくなってます。うん、本当に美味しくなったよ、このスパゲッティが。豪華なスパゲッティ。7夜居酒屋なんですけど、ランチ11時半からやってます。もつ鍋、ロースとんかつ、カツ丼、カキフライ、和牛もつ鍋、なんて書いてあるんだろうな、この焼酎。ふわっと麦猫、うまいがいね。煮えてきました。いい感じになってきました。もう少しかな。これこれこれですよ。いや、ほんとうまい。